皆さんこんにちは、モデラーの大越智恵です。最近ですね、いろんな事情もあってお家で過ごすっていう時間がね増えた方も多いのではないでしょうか。私もね、その一人で模型教室とかいろんなイベントが中止になったり延期になったりしてね、いろいろ大変な状況ではあるんですが、今回はですね、せっかく皆さんがねお家で過ごすっていう時間が増えてるっていうことなので、いろんなね、コンテンツの中の一つとして、プラモデル、ぜひ楽しんでいただけたらいいな、ということで、プラモデル制作の基本の基本の動画をね、撮影してみました。道具の使い方とか、プラモデルの、制作の手順とかね、まだプラモデル作ったことがないっていう方にも優しく解説したいなと思っておりますので、ぜひぜひこの機会にプラモデル作っていただいたりとかね、そういうきっかけになれば嬉しいです。はい、では、袋から出して組み立てていきたいと思います。このねラベルなんですけれども、この内側が組み立てのね説明書になっています。ここをねしっかりと読みながら組み上げていきます。プラモデルの制作に入る前に、まずは専門用語をね、プラモデル用語を少しだけお話ししたいと思います。まずプラモデルなんですけれども、このようにね、この枠の中にね部品がこう並んでくっついてると思います。で、この枠のことをですね、プラモデルの専門用語でランナーと言います。これはプラモデルってこう金型って呼ばれるね型に入れて作るんですけれども、この型にね樹脂を流すとき、プラスチックを流すときに、ここのね枠を流れてこのパーツのね形を作るっていうことから、この周りの枠のことランナーって呼びます。で、この一個一個のねプラモデル構成する部品がねついてます。で、これパーツって言います。で、この枠ランナーとこのパーツをつなげている、ここのねこの枠とのつながりの部分、これをゲートと言います。で、このランナー、パーツ、ゲート、このね名前はプラモデル制作の中で何度も何度も出てくる言葉なので、ぜひ覚えておいてください。では早速、このねランナーからパーツを切り離していきます。プラモデルのパーツを切り離しに使うのがこちら、プラモデル用ニッパーです。はい、ではニッパーの持ち方をまずねご紹介したいと思います。このねニッパー、ペンチに似たね道具なんですけれども、このね先端が刃になってます。で、持ち方はこんな感じでね、手のひらでね包み込むような感じで、ゆるゆると持ちます。ギュッと持つとね、パーツが切り離せないので力を抜いて持つようにします。プラモデル用ニッパーには向きがあります。このね刃先がへこんでる方と、このねへこんでる方と、あと、平らな方があるんですが、このこっちのね平らな方をパーツに向けて切り離していきます。はい、ではプラモデル用のニッパーを使ってパーツを切り離していきましょう。先ほどもねお話ししたように、プラモデル用のニッパーの平らな方をパーツに向けて切り離していきます。で、ここでポイントなんですが、このねランナーの下側からこうニッパーを差し込んで切ってあげる、ね、このランナーの裏側からね差し込むっていうのがポイントです。でもうずっとね自分のやり方でやってるよとか、例えばこのねまっすぐ入れて切るのがもう慣れてるっていう方はそれでもいいんですけれども、このニッパーをねこのランナーに対して自分の方から差し込んでしまうと、どこを切ってるのかねちょっと見えづらくなってしまうことがあります。で、この下側からニッパーを差し込んであげると、どこを切ってるのかね目で見えやすいので、パーツを切りすぎてしまったりとかえぐってしまったりっていう失敗が少なくなります。なので、これから始める方はこのランナーの下側から差し込んでパーツをカットしてあげてください。そして、切り離す時のポイントもう一つあるんですけれども、このねゲートのところ、ランナーとパーツをつないでいるこのちょっと細くなってるところ、
このねゲートを少し残して切ってあげてください。一気にね切ろうとするとパーツに負荷がかかってしまってこの白くなってしまったりとかねそういうことがあるのでこのゲート部分をの出っ張りをちょっと残して切ってあげるっていうのがおすすめです。でパーツを切り離した後にこの残った出っ張りを切っていくと綺麗に仕上げることができます。じゃあ早速このパーツをね切り離していきましょう。この下側からニッパーを差し込んでゲートをちょっと残してね切ります。でニッパーをねこう回転させるのではなくってこっちのランナーの方をねくるんと回して切ってあげる。ニッパーの向きは変えずに切ってあげるのがおすすめです。はい、で切り離しました。ここのね出っ張りちょっと残ってるんですけどこれは、ランナー枠から切り離した後にニッパーをぴったりとねパーツにくっつけてカットしていきます。でこのギリギリのところまでね切ってあげてで指でこう触って出っ張りが残っていないかなとかチクチクしないかなっていうのをこう確認して、大丈夫であれば切り離しは OK です。ではどんどんね別のパーツも切っていきましょう。ランナーからパーツをすべて切り離すことができました。続いては組み立てに移りたいと思います。プラモデルシリーズはこんな風にですねパーツをこう合わせてもパチンとはまったりとかせずで接着剤が必要になってます。というのもですねメーカーのスタジオユーワさんがこのプラモデルシリーズを通してプラモデルの組み立ての基礎を学んでほしいっていうね思いからあえて接着剤を使って組み立てる仕様になっています。ではですねこれからプラモデル用の接着剤の特徴などをねあと使い方もね説明していきたいと思います。プラモデルの接着に使用するのがこちらスチロール系のね接着剤ということで皆さんの、身の回りにあるというか身近にあるね接着剤とかのりってちょっとね使い方とか特徴が違います。というのも例えば身の回りにある、接着剤工作用ののりとかあと、瞬間接着剤とか木工用ボンドとかね学校の工作とかでも使うんじゃないかなと思うんですけれども、プラモデル用の接着剤スチロール系接着剤っていうのは手とかについてもね、指がこうベタベタしないです。くっついたりしないです。じゃあどうやってね、プラモデルくっつけるんだろうって思う方もいらっしゃると思うんですが、実はですね、このスチロール系の接着剤はスチロール、プラスチックの素材のスチロールを溶かしてでくっつけるっていう性質を持っています。で、このね、蓋の色、白い方と緑の方あると思うんですけれども、これね、どちらも、同じ、ね、成分が入っています。で、大きな違い、何が違うのっていうところなんですけれども、こちらの白い蓋の方の接着剤は、中がね、結構ね、トロトロしてます。ドロッとしてます。で、これは、このね、中に筆が入ってるんですけど、この筆でパーツに塗って、で、貼り合わせるというかね、くっつけたりとかします。対して、こちら、ね、緑の蓋の方はこの中がねすごいシャバシャバです。サラサラしてます。でこの緑の蓋の接着剤はこのね筆でパーツをこうくっつけた状態この隙間にね接着剤を流してくっつけていくっていう接着剤です。なので名前もこっちの白い蓋の方が貼り合わせ用のね接着剤でこちらの緑の蓋の方が流し込み用の接着剤って言います。で、このね、プラモデル用の接着剤なんですけれども、このメーカーさんがね、これ今持ってるのがタミヤさんなんですけども、タミヤさん以外にも、いろんなメーカーさんからね、接着剤出てまして、こちらがね、ジーサイクレオスさんからも、同じようにプラモデル用の接着剤が出ています。で、このね、クレオスさんの方は、こっちの黄色い蓋の方がね、貼り合わせ用の接着剤。ちょっとトロッとしたね、接着剤です。
して、分かりやすいようにね、貼り合わせと流し込みに分けておきます。こちらの青い、ね、蓋の方が、流し込み用の接着剤、サラサラした流し込み用の接着剤。はい、でこの、ね、接着剤、まあ、どちらを、ね、使っても、あと初めてプラモデル作るっていう方は、とりあえずこの中のどれか1個あればいいです。おいおいね、作るプラモデルが増えていくと、使い分けとかも発生するんですけど、とりあえず最初作る感じだと、もうどれか1個買っていただければ大丈夫です。で、あとは、まあ、お子さんがいらっしゃったりとか、あとお子さんと一緒にね、作ってくださる方とか、あと、ご家族がいらっしゃって、こう、リビングでね、制作してるっていう方とかは、今ですね、いい接着剤が出てまして、こちら、はい、リモネン系の接着剤ということで、こっちがね、タミヤさんので、こっちがクレオさんなんですけど、両方ともね、リモネンっていう、オレンジの皮、柑橘系の果物の皮に入っているリモネンっていう成分を原料としています。天然成分がね使われている接着剤です。なのでこの接着剤ね、動画だと香りをお伝えすることができないんですが、オレンジのちょっと柑橘系のね香りがする接着剤です。なので、まあ、ご家族がいらっしゃったりとか、お子さんと一緒に作りたいなっていう方は、こういったね、リモネン系の接着剤を取り入れるっていうのもおすすめです。で、今日はですね、どれを使おうかな。まあ、じゃあ、せっかくだったら、一番最初にね、ご紹介したこのタミヤさんのね、接着剤使っていきたいと思います。で、まあ、私も今回は、なんだろう、こう、一種類でね、組んでいこうかなと思うので、まあ、一番ね、扱いやすいというか、なんだ扱いやすいっていう意味も込めて、まあこの、ね、白い蓋のね貼り合わせの接着剤をね使っていきたいと思います。はい、では、このねチロール系の接着剤、プラモデル用の接着剤を使ってパーツを組み上げていきましょう。まずですね、この接着剤の蓋を開けます。で、こう開けたらですね、中にこんな感じで蓋に筆がついてます。で、この筆でパーツに接着剤を塗ってパーツの表面を溶かして組み上げていきます。ではこの接着剤を、ね、ちょっと筆に塗りまして取りまして、でこの瓶のね縁で余分な接着剤をね落としてあげると塗りすぎないのでおすすめです。でパーツのこの貼り合わせたい断面のところですね、パーツの側面というかね断面のところに塗っていきます。でこの接着剤は先ほどもお話ししたようにプラモデルを溶かしてねくっつける性質を持っているプラモデルの接着剤なので、この断面に塗って側面とかね大きくはみ出さないようにね注意しましょう。でなんでかっていうと、これはみ出したままこう組み上げると他のね余分なところが溶けちゃったりとか、あとは、こう、貼り合わせるときに、はみ出したね、接着剤に指が当たると、指紋がついてしまったりとかするので、適量ね、大量にこう、つけすぎないように気をつけながら、接着剤に塗っていきましょう。はい、こんな感じで、接着ができました。では、説明書を見ながらね、どんどん、組み立てていきましょう。あっという間にね、本体が組み上がりました。で、このね、付属しているバナナをね、くっつけていくんですけど、これ説明書を読むと、これ好きなところにね、つけてくださいっていう、すごい自由度の高い仕様になってます。じゃあ私はどこにつけようかな。この頭のところとかにつけるかな。ちょっと塗っていきましょう。でこのプラモデル用の接着剤なんですけれども、パーツをね溶かしてくっつけるので、完全にくっつくまで少しね時間がかかります。なので、まあ、焦らずね、パーツをね乗せてしばらくね動かさないように、そうだな、だいたい5分くらいかな、待っていただくとしっかりとねくっつけることができます。じゃあ
ゃあこのちょっと5分間ねしっかりとパーツの乾燥を待ちましょうかね。はい、でこの時接着剤の蓋はね必ず使い終わったらしっかりと閉めてください。このプラモデル用の接着剤はすごく揮発が早いので、蓋を閉めていないとどんどん揮発していってしまいます。でこの有機溶剤ね、シンナーとか有機溶剤を使っているので、お部屋に匂いがね充満してしまうとあんまりね健康にも良くないので、しっかりね使い終わったら蓋を忘れずに閉めてください。であと使用中は必ずね窓を開けて換気に気をつけるようにしてください。プラモザルが出来上がりました。このバナナが、ね、好きなところにつけていいよっていう自由度が高いところがすごくいいですね。うん、簡単に作れて、であと、プラモデル作りの基本も学べるプラモデルなので、ぜひ皆さんも作っていただけたら嬉しいです。で、このねプラモザル、クリア成形なのでちょっとアレンジしてみました。はい、こちらです。このね、プラモザルの中にいろんな色のねランナーを切ったものを入れてます。こんな感じでこう透明感があるので中にいろいろね入れてあげるっていうのもすごくね可愛らしくなると思います。なんか身近にあるもので、例えばビーズとかね、例えばスパンコールとかね入れてあげても、ね、可愛くなると思いますので、皆さんもぜひぜひ思い思いのアレンジで楽しんでいただけるといいかなと思います。こんな感じです。シャカシャカなっててね可愛いですね。本日はスタジオ優和さんのプラモザルを題材に、プラモデルの基本のねお話もしてまいりました。実はですね、私スタジオ優和さんとコラボをさせていただいておりまして、オリジナルカラーリングのねプラモザルを作っていただいております。今回ね制作したのもそのコラボアイテムなんですが、こちらがクリアラメを使ったねプラモザル大御所メブルです。はい、でその他にもですね、イベント限定アイテムもあります。こちら、プラモザルロボスチームパンクブラウン、あとは、プラモニャルの大御所メブルーも出てます。そしてですね、なんとこちら新色ですね、大御所ともえ桜咲くピンクが間もなく、ね、発売予定となっております。こちらはですね、もう春らしい可愛らしいねピンクのクリアラメの仕様になってますので、あとね皆様の手にお届けできるまであとちょっとかかりそうなんですけれども、発売された暁にはぜひ皆さん手にしていただいて作っていただけたら嬉しいです。トイラジ YouTube チャンネルではプラモデル制作のお役立ち情報を発信しています。動画へのいいね、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画で。またねー。